はいみなさん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね。 まあ今ですね、2023年に入ってから本当に多くのですね、暴露が続いていたりとか、あとは真実がね、次々と明らかになってきているかなと思うんですけれども、今回もですね、また例のあれ関連で、日本ではね、完全スルーをまあされてしまっていた、まあ、日本国内でですね、えー、まあ,ある教授が、ね、発表した重大な、ね、研究結果っていうところが、なんとアメリカの方で報道されているということでですね、まあ、やはりね、世界と日本のね、動きというのは全く違うんだなっていうことがね、また分かったわけなんですけれども、 まあその辺がですねこれからさらにですね世界的にもね影響を及ぼしていくのではないかというふうに思いますので、まあ、そちらの方のお話をしていくのとともにあとは2 0 2 0年大統領選に関するところでですね日本のまあメディアの報道だったりとかあとは現地でどういったことがね起こっているのかというところもですねちょっとお話ししていきたいというふうに思いますのでぜひ最後までご視聴いただければと思います。 えまず最初にですね、まあこれはね、えー、先日もお話ししたんですけれども、まあ今現状、えー、日本のね、えー、それこそニュースとかね、そういったところでかなりね、話題になっているのが吉本興業というかですね、えー、松本人志さんの性加害報道というところなわけなんですけれども、まあ様々なですね、ちょっとお話が出てきていたりとかね、えー、するということで、実際白か黒なのかわかんないと、まあグレーなのかなとは思うんですけれども、まあそういったね、ことがあるわけなんですよね。 まあ確かにね言われてみればこのね、えー、まあ、えー、文春のね方にね、えー、まあ情報をリークした女性に関しても8年前の、ね、話だったりとか、まあ、したということもあったりとかですね様々で、ね、なぜ今のタイミングでしかもなぜ警察とかに行くんではなくて、えー、まあ文春という、ね、場所を選んだのかっていうような、ね、話もねかなり言われてたりとかするわけなんですがただ内容がですね結構やっぱリアルというかですねなんかこう前例としてですねこの件以外にも全く同じような手法で ですね、芸能人界隈、まあ、芸人ですねお笑い芸人界隈で、まあ、過去にですね、えー、まあこう、まあ、訴えられてたりとか訴訟されてたりとかするような案件もねあったりとかするということで全く同じような手口だったりとか、まあ、するっていうところとあとは本人がねお話ししてる内容というのが、まあ、かなりリアルだったりとかするんですよねまあそのお相手というか女性の方もですね結構芸能界界隈にね 身を置いていて、まだまだこれからっていうようなね、立場だったっていうところもあって、まあ、小沢さんからですね、えー、スピードワゴンのね、小沢さんの方から、まあ何かそ、えー、訴訟があった場合には、この辺歩けなくなるかもね、みたいなね、話もされていたりとかしたということで、まあこれ実質的に脅迫なんじゃないかっていうようなね、まあお話もいろいろ出てきてたりとかするわけなんですよね。まあ,あとは過去の松本人志さんのね、えー、発言だったりとか、まあそういったところもですね、かなりこう掘り起こされているようなね、えー、形になっていてですね、まあ こういう人だったらやるんじゃねえかみたいなね、えー、感じで <laughs>、こう言ってるようなね、方も徐々に増えてきてるというわけですね。まあこの件がね、どういった方向に行くのかっていうね、ところではあるんですけれども、まあなかなかですね、ちょっと芸能界のやはり闇的なね、部分というのが、 まあかなり浮き彫りになってきてるのかなというふうには思いますね。まあ、それこそ、まあ、この前までね、えー、まあ、取り出されていた、ジャニーズの性加害報道というかですね、まあ、その件に関しても同じようなことが言えるかなと思うんですけど、まあ、それに追随する形でですね、あの、まあ、創価学会とかね、その辺の方でですね、まあ、ちょっといろいろあった後にですね、結構出てきたりとかしているということで、まあ、それこそそういったところとのね、関連もいろいろあるというふうに言われてますので、 まあ何かね、こう要因があるのかなというふうに思うところですね。まあこのレベルの芸能人がとうとうね、前に出てくるって結構相当なことだと思うんですよね、マジで。うん。いやそういったところも含めて考えていくとですね、本当にね、えー、まあ2023年もそうですが、まあももなくね、2024年に切り替わると思うんですが、まあさならですね、まあいろいろな え、事柄というのがですね、浮き彫りになっていくんではないかなというふうに思いますんで、まあこの辺はですね、どの分野もそうなんですけれども、やはりこう、まあ真実というかですね、そういったものが、まあいろいろなね、判断をするときにもですね、必要になってくるかなというふうに思いますんで、またこの辺もですね、何か変化がありましたらお話をしていきたいというふうに思います。 で、次なんですが、まあ、やはりここ最近本当にね、小児性愛者のね、えー、話だったりとかね、まあ、こういった性加害系のお話というか、まあ、いろんなね、そっち系の話がめちゃくちゃ出てくるんですよね。で、まあ、アメリカの方でですね、まあ、LGBT 活動家がですね、まあ、何をやってるのかと、えいうところで、まあ、一応えば日本でも LGBT 法案はね、通ったわけですよね。 あの、ま <laughs>、クソ政治家のせいで。で、そして、まあ、このね、アメリカの方でヘイト法律にですね、まあ、設立にか、え、携わっていたトランス活動家がですね、なんと、少女二人を、ま、強姦していたということがね、判明したということで、まあ、結局そういう感じになっていくんだな、っていうね、えー、ところなわけなんですよね。で、実際日本でももうすでにね、行かれたような事件っていうのはいくつか起きていたりとかするし、政府はね、そこに対して何の責任を持たないというようなね、姿勢をまあ貫いてるということでですね、 まあ世界ではね、こういった形でどん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 子供がね、被害を受けるようなえ状況になっていってるわけですよね。で、まあ日本でもですね、えー、まあ各県というか。 あの、大浴場というかですね、公衆浴場で、やはり、自称、女性を自認しているというふうなね、ことを言っているのは男がですね、侵入していたということが発覚していたりとか、やはり何度も言うんですけど、あの、逮捕したらいいとかいう問題じゃなくて、あの、未然に防ぐことが本来だと思うんですよね。まあ、抑止すること。 が重要だと思うんですけど、その法律とかそういった部分をねじ曲げてまでね、あの、こういった要因がね、ええー、まあ、こう、浮かび上がるような、起こる要因を作るようなことをしている政府って本当にいらないと思うんですよね。 で、まあ結果的にですね、その目的達成をしている犯人とかも言っちゃえば目的達成しちゃってるわけなんで、もう、あの、<laughs> それ以上がないわけですよね。別に捕まろうが。だから、その、捕ま、捕まえればいいとか、なんかそういう理論が通用しない世界というか、もう本当にデリケートなゾーンなわけなんで、あの、設置するにしてもめちゃくちゃやっぱ吟味しなきゃいけないところですね、反対意見がめちゃくちゃ出てるのに強行突破したわけですよね。で、その結果こうなってるわけなんで、 まあ、あの日本だから今無事で住んでるかもしれないですけど、他の国だったらマジで極刑レベルの話だと思うっていうぐらいですね、深刻な問題かなと思うんですよね。まあ、さらに、まあ、他の,、ね、あの国とかで実際この LGBT 法案が、ねえーまあ、実施された、えー、国ではですね、本当にデメリットばかりがですね起きているという形になってますし、まあ、その結果、もうそもそも通さなきゃよかったじゃんという、ね、ところなわけなんですけども、後付けで,ですね規制が、ね、入っていくような形になっていたりとかするということでですね、 まあ非常にね、本当にクレイジーな、まあ、いかれちまってるような世界になってきてるな、というふうに感じるところですね。まあ、わかんないですけどね、僕が、まあ、こういったね、まあ、あの、動画とかをね、配信してたりとかするわけなんで、それでね、目がそっちの方に向いてるっていう場合もあったりとかすると思うんですけれども、ただまあ、やっぱり、あの、何年か前と比べて、そういったニュースというかですね、記事は本当に頻度高く読むようになったな、というふうに感じてるところですね。 で、次がですね、アメリカ関連のお話なんですけども、あの、これめちゃくちゃね、日本国内での報道でも面白かったのが、あの、コロラド州がですね、まあ、トランプさんを、まあ、2024年の予備選にですね、こう、まあ、出さんと、いうような決定を下したりとかしてたわけじゃないですか。で、それに関してはめちゃくちゃ報道してたんですよね、どのメディアも。うん。まあ、ニュースサイトとかそういったところでもですね、出てきていたわけなんですが、不都合な話に関しては一切報道されないっていうね、えー、形になっていて、今回その不都合ってどんなとこだ だったのかっていうとですねあのコロナド州のですねあの最高裁じゃなくて州長官がですねいや最高裁の判決それさすがにあの頭おかしいでしょみたいな 感じになってトランプさんをもうそのね最高裁が下したあの結果っていうのもガン無視した状態でもうイランはそれみたいな感じになって2024年の予備選になんと復活させるというですねもう前代未聞のねあのことがまあ起きてるというような形になってるわけなんですよねでまあこれに関して全く報道されてない状態の上に少し前にもですねえー、まあそれこそ あの、保守派のですね、ラマスワミさんがですね、えー、この件を受けて、あの、もう、だ,だとしたら俺らもう出ねえぞっていうね、予備選もう、予備選を開催することさえもしないから、もうニッキー・ヘイリーとかデサンティスもお前らもう出んなみたいなね、感じで言ってたわけですよ。もうそういうところまで言ってたわけなんですよね。で、なんですけど、それに関しても触れられないっていうのうなね、 形になってたとということでですね本当にですね、マジでもう都合のいい報道の仕方しかしてない。マジでテレビメディアのニュースって本当に、なんていうのかな。マジで僕らを騙すための、まあ、道具になってる。まあそういうことが言えるような話なんじゃないかなと思うんですよね。まあいろんなことを言えますけど、それに関しては。 本当にですね、まあ、s 3S 政策とかね、まあ、いろんなものあると思うんですけど、マジでこの100年もかっ、えー、経ってない状態の中で、日本人、ま、本当にあの汚染されてしまっているようにですね、マジ感じますね。うんまあ、日本国内のニュースばかり見ていても、本当に、えー、マジの世界の情報というのは取れない形になってしまっているわけですよ。本当に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 ,本当にライオンだじゃないですけど。 まあそういうね、ことが、ここ最近もめちゃくちゃ増えてきてるなと思いますし、まあ、さらに、メ主州の方でもですね、極左民主党のまあ州務長官がですね、なんとトランプ大統領を予備選から除外するというですね、あの本当にいかれたことをね、やってるわけですよね。まあ、これに対してトランプ陣営はですね、全くこう黙っておらずですね、まあ、提訴してるわけなんですけども、保守派も大激怒ですよね。うん まあそういったところで各州、まあ民主党ライクなですね、州。まあ民主党ライクな州というよりは、多分おそらく、かなりの金がね、こう注がれているような州なんじゃないかなと思うんですけど、まあ個人単位でですね。あの、ジョージ・ソルスがね、まあ基本的にはこういったもののバックにいるというふうに言われてるんですけれども、まあそういった形で買収して、まあそもそもですね、えー、まあこの、まあいくつかの州では出さないと。 ようなですね、形にして、まあ、抵抗をね、してこようとしてるんだとは思うんですけれども、ただ実際のとこどうなってるかっていうと、なんか別にそういったことがあろうが、なんかやればやるほどですね、保守派にとってこう優勢なですね、社会状況になってってるというかですね、まあ、さすがに気づいてる人たちがね、多くなってってるっていうところなわけなんですね。 まあそういったところも含めてですね、今現段階、まあ11ヶ月前ですね、2024年大統領選の11ヶ月前の段階でですね、こういった措置がね、実施されているというわけなので、近づけば近づくほど、まあとんでもないことがいろいろ起こっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ実際タッカー・カールソンさんとかね、その辺の方もですね、えー、まあ懸念してるポイントとしては、やはりトランプさんが、まあこうね、 えー、やられるんじゃないかっていうね、話をしていたりとかもね、えー、するということで、まあ、うそういった、ね、方向にはもう絶対に行ってほしくないなとは思うんですけれども、本当に何をやってくるか分かんない、えー、話ですんで、まあ、そういったところも含めてですね、2024年大統領選、2024年,年、あ、2020年よりも、ワンチャンめちゃくちゃ荒れる可能性があるんじゃないかなと思いますね。まあ、あの時は超緻密なというかですね、綿密な。 計画だったりとか、まあ、とんでもない規模感でですね、まあ、いろんなことが行われたわけですけれども、今回はそこまで多分できないわけですよ。だからできないがゆえに結構過激な方向に向かうんじゃないかっていうことがね、まあ、結構言われてたりとかするので、まあ、非常にね、注意深く見ていく必要があるのかなというふうに思っております。はい。で、次がですね、まあ、例のあれ関連のお話なんですけれども、あの、中島美香さん、歌手の中島美香さんですね、ま、が、あの、ディナーショー、 の、なんと、わずか1時間前に、突然の公演中止発表ということで、ここ最近こういうことめちゃくちゃ多くないですか宝塚とかもそうですし、あと歌舞伎界も確かあったと思うんですよね。で、それが理由が、まあ一律して体調不良というね、ところなわけなんですけれども、まあ結構アーティストの方とかって、なんか熱そこそこ出ててもやってる印象あるんですよね。まあやっぱガッツあったりとか、まあプロですからね、まあそういった意識があったりとかするのかなと思うんですけど、 あのまあ、それこそ川村隆一さんとかねあの40度の熱が出てる中でひあのライブをあのやりに行くっていうような、ね、こともあったりとかねするぐらい、まあ、なんかそんだけですねこうハイパワーな、ね、方が多かったりとかするわけですが、まあ、ここ最近はですね結構この体調不良によって公、まあ、演が中止になるっていう事態がですねもうかなり増えてるなと思うんですよだから相当具合悪いんだろうなっていうふうに思うんですよね。うん だからそういったところも含めていくと、この件に関するところも、例のあれの、副反応なんじゃねえかっていうふうにでも言われてたりとかね、するということでですね。まあ本当にね、こういったえまあ有名人とかもそうですけど、結構やっぱまあ一部のね政治家とかを除いてですね、やはりこう、やるためには打たないといけないみたいなね、感じになっていたりとか。 まあ本当にですね、時間差でですね、こういったまあ様々なね、問題が出てきてるんではないかなと。まあただこれが関連してるのかどうかっていうのはちょっとわかんないところなんで、まああれですけど、ただ、まあ時期的にですね、ちょっとね、多すぎるなっていうふうにはね、やっぱ思うわけですよね。まあさらにね、体調不良で住んでればいいとは思うんですけども、あの、まあやっぱ実際に亡くなられてる方っていうのも非常に増えてきてる。まあ何が要因なのかって、まあたまたまね、そういう時期なのかもしれないんですけど、 まあそういったね、えー、ところの情報を取ってるとね、やっぱそれに、あの、目が向きやすくなるっていうところはあると思うんで、まああれですけれども、ただ日本全体としてもですね、まあそれこそ、あの、葬儀のですね、えー、まあこう、順番というか、うん、あの、街がね、まあとんでもない、二数に上ってたりもするということで、まあ亡くなってる方が非常に増えてるっていうのはやっぱ事実としてあると。 いうところが、ね、あるわけなので、まあ、そういったところから、ね、考えていくと、まあ、何かの要因が、原因があるんではないかということが言えるわけですね。 で、次これ最後なんですけども、まあ、それこそ例のあれ関連で、えー、まあ、日本のですね、宮沢教授おられると思うんですけれども、まあ、日本ではこの方に関してめちゃくちゃスルーされてるんですよね。もう本当に意味不明なぐらいに。で、その、まあ、宮沢教授がですね、出した重大な研究結果がですね、もうアメリカで今物議を醸しているということで、メディアがね、報道してるわけですよ。まあ、というのも、まあ、おみちゃんですね。おみちゃんは人為的である可能性が非常に高いと。 まあどういうことかというと、いろいろ調べていった結果、自然発生するような設計になってないと。まあ進化論的にもありえないっていうようなね、形で言われていたりとか、あの、明らかに、 まあ人為的なね、まあ、いじくった形跡だったりとかね、そういったものが見られるというふうに言われてたりとかするわけなんですよね。で、ただそれに関しての発表だったりとか、まあすごく X とかね、まあそういったところでもいろいろね、発言してくださったりとかしてるとは思うんですけれども、まあなぜか日本ではですね、全く相手にされない、えー、そういった形になってたわけなんですよね。本当にね、 あの、都合のいい見方しかしないわけですよね、人間って。まあ、これは別になんか、あの、特定の誰かがって、僕ら全員そうだとは思うんですけれども、うん、ただ、えーまあ、こうしたですね、権威性のあるような方の話も、結局、えー、肯定的な理論しかですね、えー、信じないと。 うような形でなんでこういう立場の人がわざわざリスクを負ってまで発信してるのかっていうそのちょっともう少し踏み込んだ奥の、ね、部分をね感じていかないと本当にやばいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、これからさらにですねそれこそ日本国内製造のですねものも出回り始めてるということであの古期感染率とかそういった部分がですね、まあ、団地だったりとかするというふうに言われてたりとかするわけなんですよねだからそういったところも含めて考えると、まあ、やっていずともですねあのそういった人たちがいる環境の中に行ったら少なから 受ける影響というのはあるんではないかというふうにも言われてますし、まあ、その影響が体の中に残留する可能性だってあるわけですよね。ということはこれからどういうふうなケアをしていったりとかどういう予防をしていくのかっていうのがねいろいろ大事になってくるのかなっていうふうに思いますんで、まあ、そもそもの まあ、ゴールというかですね、えー、まあ、そこに対する対策をしていくっていうことがね、やっぱ根付いていないと、そういう話にもね、目が向かないわけですよね。だから、まあ、これからのですね、さらに、まあ、自分たちのね、命もそうですけど、まあ、大切な人の命とかもね、守、まあ、っていくためにもですね、さらに情報がね、重要になるような、えー、まあ、そういう時代ね、えー、なっていってるのかなというふうに思いますんで、またこういったところはですね、僕の方でも、えー、情報を集めて皆さんの方にもね、発信していきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さん、今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。 で今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては、僕の運営している SNS などで発信をさせていただいております。でそちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方をよろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。